園芸ラボです。今日は夏のうちですね、結構洋蘭、ミニカトレアって称される洋蘭の仲間が結構ホームセンターとか花屋さんで売られてたりするわけなんですが、それが大体買ったやつが今ももう花が終わってるわけですよ。こういう風に花が終わります。で、終わった後の管理についてご説明したいと思います。大体今から植え替えっていうことをやるのが一番いいと思うんですけども、北陸、福井県、そして家で別にハウスがなくて家で栽培されているという方にとってみると、今から株を植え替えるというのはなかなか難しい問題があります。粘りとか、これからどんどん下がっていくのに抜いて充実させるというのはそれなりにできることがあるので、今日は応急処置的に楽してちょっと乗り切るみたいな、夏バテを防止するみたいなことをの作業をご説明したいと思います。コスモアルファっていうような品種になってますが、非常にピンク系の中で美しい品種です。で、このように花首のところで結束してあるわけなんですが、もう花が終わりましたらこれは不要ですので取り除きます。結束をほどいて、で、支柱でこういうふうにテープで固定してるわけなんですが、これはもう不要なんで、この花首のところで切断します。はい、こんな感じになりました。支柱は取り除いてもいいんですけど、だいたい来年どこ行ったかさっぱりわからなくなるんで、僕はズボラにそのままにしておきます。このように花針金でワイヤーを固定しているものも同様にワイヤーを取って、花を引っ掛けたフックを取って外していきます。株の状態をよく確認します。そしてこのように鉢の外に根が出てきているやつっていうのは、来年度成長するバルブ、もう根がいっぱいになってて、来年度成長するバルブがもうこっち来て、こっちに植え替えてほしいっていう感じになってます。で、これを植え替えるか植え替えないかは、例えばハウスを持ってるかとか、部屋がどんだけあったかいかとか、そういうことによってくるんですけども、今回は植え替えないで済ませるということをご紹介したいので、それについて説明いたします。まずこのような株の綺麗な状態になっていて、バルブが著しく痩せてますね。これを吸水させてふっくらとさせるということをやってみたいと思います。バルブにこのようにシワが寄っている状態は株が疲れています。この株の疲れを癒すために吸水を十分にさせてバルブを充実させます。一般の営利栽培の農家、洋蘭栽培農家の方はこのように生育を促進するために緩効性肥料を鉢の表土の上にばらまいています。これがだんだんと低温になってくると後引きしてくると良くないっていうことと、梅土、水苔植えの場合は特に水苔を劣化させる可能性があるので、これからだんだん10月11月になってくると不要になってきます。鉢カバーを取って黒ポリの状態だけにした卵を移します。はい、見てました。このように鉢底に根が出て非常に弱っている状態になってます。もう鉢の中がおそらくこれは植え替えた方がいいっていうサインなんですけども、今回そのまま水につけます。この水はだいたい室温と同じになるように2時間ぐらい外に出して水を入れて汲み置きにしておきます。水を十分吸わせます。10度にしおれた株は葉水をして2時間経ちました。これどうなってるかっていうと、ぷくっと茎が膨れてるのがお分かりになりますか。先ほどと比べて茎が膨れてますね。はい、では次にやることです。このように綺麗な販売されてる時っていうのは、ホームセンターや金屋さんで売られてる時っていうのはいろんなラベルが書いてあります。このラベルですけども、2年経つと必ずボロボロになってわけが分かんなくなってしまいます。ですから補助のラベルとして、これこういう風なプララベルに油性マジックで必ず記載して、どちらかどこかに立てておいてください。そして花の色とか特徴は携帯電話とかでデジカメとかで必ずこれ保存しておいてください。花色とか裏面に栽培のコツみたいなのが書いてありますね。これは被災したのでスマホでコピーしておいてください。そうしないと栽培わけが分かんなくなってきます。はい、ラベル例です。こんな感じでカトレアの名前とか購買親とかそういったものと、植え替えた日が今日だっていうことを示してあげてください。はい、ラベルを立て終わりました。このようにワルケリンターみたいな割と排水を好むようなやつについては違ったやり方で株を組成したいと思います。まず排水の良い土を好むために、このようにバーク、
あのクレイボール、焼き赤玉土ですね。そういったような排水のいい用土を使ってます。これをちょっと表層を取って、半分ぐらい土を入れ替えて露出させる感じで、この部分にだけ水苔を引きたいと思います。根腐れ防止剤のミリオン A を半握りぐらい根と根の間に差し入れます。これで微量要素の補充をしたいと思います。ここに新しい水苔を差し入れます。この場合同じようにダラッとするんではなくて、最高条件が良くなるような位置に水桶でシュートを調整してあげてください。ダラッとこう外側に広がるやつはこの先ほどのワイヤー付きロープで、支柱代わりにしてあげてください。冬の管理で気をつけたいのは、こういうでっかいラベルが刺してあると貝殻虫、そこで風通しが悪くなって貝殻虫とかが発生しやすくなるので気をつけてください。で最後に軽く水を入れて完成です。いかがでしたか。もう特に福井県のような冬の寒さがすぐ来るような場合は、植え替えずになるべくしのいで来年の5月ですね、4月下旬から5月に植え替えていきたいと思います。今回はこういう風にちょっと付け焼き場的でしたが、また綺麗な花を咲かせていただければなと思います。これからケースのカーテン越しのところでなるべく光に当てて冬越しできる体勢を整えてあげてください。またねー。